フィンズベリーパーク駅は、ノースロンドンのイズリントンロンドン特別区の、フィンズベリーパークに位置するロンドン地下鉄と、ナショナルレールの駅である。1861年に開業した。ロンドン地下鉄の駅には、ピカデリー線とビクトリア線の2路線が乗り入れる。ナショナルレールの駅は、イーストコースト本線上にあり、駅南側で、ノーザン式線が分岐している。当駅に停車する。 ナショナルレールの列車は、ゴビアテムズリンクレールウェイによって運行されており、テムズリンクとグレートノーザンの2つのブランドが用いられている。2.3番線と6.7番線はそれぞれ同じ、線路に面しているため6線、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データ、ロンドン交通局。 2015年3月31日閲覧。ABCD ステーションユ輸ージエスタマッツ。レールスタティスティックスオフィスオブレールレギュラシオン。2015年3月31日閲覧。中期統計手法は年により異なる場合がある。ありがとうございます。